いい味出してるわな、本当にね、こういうバンドがまだいるってことで、なんとなく救われますよね。はい、ということで、それでは、いよいよ新しいもの、もちろん今のも新しいんだけど、徐々にまた進行していきたいと思いますが、じゃあ、2つぐらい、1つ、まず1つやってから2ついくか、ね、ジャックホワイト。ジャックホワイト行ってみよう。ジャックホワイトもうじき、あ、フジロックか。もう来てっかな。ジャックホワイト、メンツが全くまた新しく変わって、女性とか入ったりしてるんですけどね。それでは、ご覧ください。ジャックホワイトいいよね。新しいアルバムも良かったし。はい、ジャックホワイト、最近の映像、確かこれ今年の4月ぐらいの映像じゃなかったかな。まあどっちにしても新作からのナンバーで Freedom at 21、アルバムの方もなかなか好調らしいんですけども、まあライブの方がいいかなと。でも残念ながら俺フジロックは行かないので、見れないんですけども、まあ、またいつか、来てくれたら見たいなと思います。で、続いて2曲ほど続けて、見てもらいますが、同じ曲です。ポリー、まあ、ポーリーというか、ポリーですよね。P-O-L-L-Y。最初に見てもらうのは、女性のアマンダ・パーマーという、まあ、そこそこベテランの人が、新しいグループを、作ったんですよ。グランドセフトオーケストラというのを作ったんですけど、それまで大体彼女と男の人と2人で大体やってること、まあ、バックにバンドがあったりもしますが、多かったんですけども、そのバンドのちょっとなんかユニットの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、で、そのアマンダさんが、私そのグループを作ったんですけども、その、まあ、ジプシーみたいな音楽をやりたいみたいな、演劇的な部分も混ぜてっていうようなことで、そういう楽団を作って、そして、曲を、アルバムを作ってるんですけども、その中に入ってもいます。アルバムにも入ってるんですけども、シングルカットされたので、でその曲をまず聴いて、それから続けて本家の方の、ライブ、レディングライブでのポリー、誰の曲かは言うまでもなく聞けばわかる。じゃてかタイトルでわかるよね、普通。ファーストアルバムだもんな、これ。
ご紹介しました。さて、まあ、ニルヴァーナ、永遠ですよね、なんつってね、まあ、亡くなったから言うわけじゃないけど、生きてたら何をやったかってよくそういうことを聞かれますけども、いろんなね、ジミヘンもそうだし、いろんな人たちがそういうことをよくね、ジャニスもそうだし、生きてたら何やったかなんてことを言うわけよ。まあ何やったかわからないな、はっきり言ってね、想像するしかないんですけども、そこがでも音楽の楽しいところで、勝手に自分で頭で考えられるところが面白い。そんな感じで、皆さんも空想をどんどん、妄想空想をどんどん広げて音楽に親しんでいただきたい。で続いて、妄想が膨らむかどうか分かりませんが、クロコダイルズという若いバンドがありますから、そこからじゃあ、ご覧ください。I'm not a young man って、もう若いのに I'm not a young man、 じゃあ俺はね一体何なんだって、そういう感じになるんですけど、Crocodiles. So we're gonna fill this time with some talk. To you. We were doing so good with that. いかがでしょうか。若いバンド、最近の洋楽のか面白くないとかって、まあ、前は僕も少しそういうふうに思った時もあったんですけど、でも、まあ、日本に来なくてもメジャーから出てなくても面白いバンドは結構あるなと、いろいろ探しようによってはっていうことなんですけども、まあ、ラジオなんかではそういうものを極力紹介するようにはしてるんですが、明日もまた兼六スナイトバージョン2、いろんな曲を紹介しますので、ぜひ、インターFM、で、お楽しみください。深夜の1時半からですけども、よろしくお願いします。この後、イベントやってくれるカッチンと一緒にやってますんで、カッチン多分まだ来てないと思います。さあ、それでは続いて、今度はちょっと懐かしいやつ、またちょっと古いんですけど、でもなんかこう、なんかこれ見てて、たまたまナンシー・シナトラをちょっとなんかないかなと思って見てたんですけど、いろいろあるんですけど、ボビー・フラフォーと一緒にやってるのがあったんで、ボビー・フラフォー、アイ・フォート・ドローをやってるバンドですよね。で、そのナンシー・シナトラと何やってるかというと、映画の中のなんか映画のテーマソングかなんか歌ってるみたいなところをなんか、まあ、そういう映像なんですよ。とりあえずじゃあ、ご覧ください。こういうのがあるってことで、60年代とか、それでも面白かったねと。Terribly inefficient, I might add. Turn right and go. When you find you're in trouble, you need help. I'm a dove for one thing. Just remember to do. Let yourself go. Yell to run for. That's when I come running to you. I'm gonna run to you. Yeah.
やー夏らしくていいじゃないですかねえ、このベタベタついてした日本じゃなくてまあアメリカだと思うんですけどもね、ロケ地書いてませんけどもとりあえずそんな感じでジェロニモという曲ですよ。何だジェロニモかは分かりません。一緒になんかジェロニモっていうダンスなんですかね分かりませんけど、ジェロニモってね、そこだけ覚えていただければまあ夏場いいんじゃないかなと、ヒットしたかどうかも全く知りません、少なくともうちにシングル版はないです。さあ、続いてはまた今度新しいグループちょっと紹介しますね。とりあえず、最近私、まあレコード会社がこういう状態でもうね今後どうなっていくのかと、メジャーレーベルは、もう EMI それからソニーそれからユニバーサル、あとはワーナーね、とりあえず、まあ、4社4強だったんですけど、まあいろんなあのね身売り話があちこち実際どうなるのか分かりませんけど、まあ EMI をワーナーが買うといった話から、2、3ヶ月前っていうのは、ね、いやもう去年ぐらいからそんな話が出てて、実際まあワーナーが買うのかなと思ったらワーナーはどうやらお金がなくて買えないというような話で、結局まあヨーロッパの方ではもうすでにもう決定してますけども、ユニバーサルがね、権利をもらったということで一部を除きですけども、だからユニバーサル傘下に入るのか EMI がいよいよで、ユニバーサルってどんな会社なんだっていうことなんですけど、どんだけでかくしてもう世界の市場の半分ぐらいユニバーサルになっちゃうんじゃないかということが懸念されて、日本では今独占禁止法っていう、まあ、法律に抵触するんじゃないかということが、まあ、審議中なんですよ、いろいろと。まあでも結果的には最終的には認められるんじゃないかという方向らしいんですけども、まあそれはともかくとしてどんどん知ってる人が辞めていくっていうのがですね寂しいなと思うんで、あります。60年も過ぎるとですね定年退職の前に自主退職を勧められるらしいんで、ワーナーなんかも大変みたいですよ。はい、今のワーナーの会長社長は石坂圭一さんです。さて、その私なかなかメジャーのレコード会社さんから、解説を依頼するってことが最近依頼されることがほとんどない状況なので、それは俺のことを知らないやつが多すぎるってこともあるんですけども、俺も宣伝しないってこともあるんですけど、わざわざねご用聞きみたいに、はい三河屋でーすなんて、お酒いりませんかーなんて、そういうことね、おぬきでーすなんか書かせてくださいとかってやったりしないんですよ。これがねプライドがあるとかじゃなくてですね、言っても知らない人ばっかりなんで誰に言ってるのか分かんないっていうのがこれは本音です。だから知ってるところで、メジャー以外に行った人たちがいるところだったら、ちょっとお前なんか俺にやらせろよっていうことを言って結実したのが Two Wounded Bird っていうバードっていうね、アメリカのグループなんですけども、その彼らの新譜が、実は私解説書かせていただいたんですけども、ちょっと前のやつが EP があったんですけど、その曲が、今日見ていただく、新譜からまだですね、映像が特にいいのがなかったんで、ちょっと前のやつこれを気に入ったのが、何年か前だったんで、マイノンさんTwo Wounded Birds 2匹の2羽の傷ついた小鳥たち、そういう感じじゃねえけどすごいよ、いいよ、俺が好きなバンドなんだから間違いはないよ。